リンゴルフがエステサロンとコラボしました。お、びっくりした。すごい腹筋が張った時の戦いになって、腹筋つくな、鍛えられてる感じすごいあるよね。うん、めっちゃラップ、もうしんどい思いしながら筋トレしてるのに。腹筋ついたらね、10ヤード20ヤード、うん、飛距離も伸びると思ったり、概要欄に URL 貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。皆さんこんにちは、じゅんです。ゆいです。はい、今日はゆいちゃんのレッスンです。はい、そして今日も、赤坂にあるマイゴルフレンジさんにお邪魔しています。いつもありがとうございます。はい、ゆいちゃん、今日のレッスンは何でしょうか。今日は50ヤード以内のアプローチの打ち方、うん、おー、まあ、一番、まあ、スコアに、まあ、直結しやすいんじゃないかなって感じ、うん、そうね、50ヤード以内、まあ、乗せれたら、うんうん、それだけで全然スコアもね、うん、トータルすると変わってくれると思うので。そうですね。じゃあ早速ゆいちゃんに50ヤードの打ち方教えていただきたいと思います。はい、お願いします。私とじゅんちゃんの服の季節感が違いすぎてこれポロシャツ着てくればよかったね。はい、やりましたか。確かに。38度とかが多いと思うんですけど、うん、そうですね。まず私は基本内訳は振り幅で変えて、うん、50度以内だったら50、5、4、3、2くらいまで、で全部58くらい。私もです。あ、みんなそうかな、うん、そこ50度以内で多分あんまり変える人いないと思うんだけど、58以下って60とかね。あ、まあ、バンカー用に、バンカー苦手な人がバンカーに60持ってますとかだったらあれだけど、まあ、基本はやっぱ1本でやっちゃった方がいいかな。そうだね。で、まあ、ちょっとそう、50度以内だと考えてほしいのが、どれぐらいのキャリーでどれぐらい転がるのかとか、まあ、その日のグリーンの速さとか硬さもあるだろうし、例えばすっごい重たいグリーンで全然転がらないっていうところだったら、残り50ヤードって言われたら転がんないからいつもよりちょっと大きめに打っちゃおうとか、うん、そういう感じだ。例えばすっごい速いグリーンなんだったら、まあ、いつもよりちょっとちっちゃめに、うんうん、50、残りピンまで50ヤードだけど、まあ、40ヤードぐらいかなとかで考えたりするのと、ね、あとは単純にこれは人の打ち方にもよるけど、まあ、どれぐらいのボールの高さがあって、うん、まあ、止まるのか転がりやすい。私めちゃくちゃ普通だと思うから、50ヤードだったら43ヤードとかで4ヤードぐらいで帰る、うん、残り段で50ヤードぐらい、うんうんうん、で結構みんなこれアプローチに限らずないんですけど、バックスエンド例えば30ヤードだったら、まあ、腰ぐらいかなと思って、うん、じゃあ腰ぐらい上げて振ってみようって誰でもこれぐらい、はいはいはい、これも腰じゃない、そうだね、もはやね、そうそうそう、腰って言うとこう今ぐらいの、うんうんうん、これでまあ25なんだけど、これが結構みんながこうなんだろう、落ちりやすいっていうか振り幅、確かに止められてないよね。そうそうそう、でどうしても反動でこう上がっちゃう、ここで止めようと思っても実際に打つ時ってこうこのポンと反動を、まあ、そうだね、でこう自分が持ってるよりも大きく打っちゃって、気づいたら、まあ、めっちゃオーバーしちゃったなっていうパターンが多いから、絶対的な振り幅の位置を自分で持った方がいい。うん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 、私だったら30度からもうこの辺でも決まってるところで、ここに迷いがいっちゃうとそこでブレちゃうから、うんうん、30度からも絶対ここで、で30度みたいな幅を決めた。で40だったらこの辺り、うん、この辺りで、でこれもう一個気をつけてほしいのが、力感、例えば同じここで同じ位置で止めたとしても、今これすごいフワッと行くわけ、うん、だけどガツッと入れる、結構強めに、同じ幅でもすごい飛んじゃったり飛ばなかったりするから、確かに時間同じ力感で、こちらの丸
まあ、練習場とかで絶対にこれはもうこの期間でこの振り幅っていうのを自分で決めた方がいい。50だったらこの振り幅、おー、ぴったりとかで考えた方がいい。たまになんかアプローチ打つ前にあまり考えずに、まあ、こんなもんでしょみたいな感じで打って失敗するパターンの人とかが多いんだけど、アプローチとかは基本イメージを強く持ってないと失敗する確率が高い。短くなればなる、あんまり何も考えずにとりあえずピン方向に打てばいいやみたいな感じだと寄せにくくなっちゃうから、まあ、50ヤードだったら2ピンくらいに寄せれたらまあ同じって感じだけど、例えば10ヤードくらいの距離のアプローチ打つときに、まあ、とりあえずピン方向にパンって打って10ヤード、ちょっと大きかったけど10ヤードとかよりかは、なんかこのグリーンこういう感じでこうなってるから落としどころをこの辺にして転がしたいとかっていうのをしっかり持った方がいい。こうやってノーマルのアプローチで10ヤード転がしていくのか、もっとハンドバースをかけて1回目でもスピンかけて止めるのか。でとりあえず50ヤード以内は、まず振り幅、絶対的な自分の距離感の振り幅と力感、これが大事、はい、で、あともう一つはイメージをちゃんと、こういうボールが打ちたい、ここにキャリー落としてこういう風に転がしていきたいっていうイメージを持てるといいな。なるほどですね、はい、とても分かりやすかったです。はい、ということで今回は50ヤードのアプローチの打ち方についてゆいちゃんに教えてもらいました。皆さんもぜひ練習場で振り幅、力感、あと落としどころのイメージ、この3つやってみてください。はい、それでは次回の動画もお楽しみに。